caught behind Venetian blinds, out to reach for the city lights. This ain't where I belong. はい、看板新しくなったんですか？バレた。バレた。バレた。新しいナイトアパッシュみたいな感じですかね。そうです。夜の防犯のためにアパッシュはもうこの竣工地区尽くしてます。防犯ですから、高校生すぐね、上帰りね、ここを帰り通るとき、ね、真っ暗い住宅地通るの嫌でしょ、はい、だったらちょっと電気明るくつけて、まだまだみんな頑張って営業してるよ、安心して帰んなみたいな。なるほどね。それがいいです。はい、おはようございます。まあ、今日ラフにちょっと行きたいと思うんですけど、ラフのやつね。今現在北海道はどうですか、季節的には。季節的にはもう10月、早い時でもう峠では雪が降ってます。体感寒い。寒い、はい、朝もしんどい、布団から出られない。うん。ちなみになんですけど、今回聞きたいことは、はい、木曜日の夜、ちょっと僕撮影してたんですけど、はい、なんかそのアパッシュの、その1週間の、なんでこういう営業時間にしたのか。あ、10時まで、10時営業。とか、うん、まあ普通通り火曜日、水曜日とか、まあ8時。ちょっと夜が遅め、うん、どっちかっていうとアパッシュは。うん、そういった意味とか、いつ頃からなんかそういう感じになったのかなみたいな。結構ラフに来るかと思ったら、営業のそのね、営業時間がどうなったか。そうそう、うん、ね、まあ、なんかこれお客さんとか新しく見つけてくれた人が、はい、あ、こんな時間でやってるなとか。ね、基本はね、10時から8時、うん、で土曜日祝日が、あ、土曜日、日曜日祝日が9時から5時まで、うん、はい、大体ね、まあ平日は、まあ、10時ぐらいから動き出して、まあ仕事終わっては、5時60終わって8時ぐらいまで来てくれる人がね、いいかなと思って、まず始めで、日曜日祝日はもう朝からバッと行動したい、で夕方は家でゆっくりしたいっていう人がいるから、もう5時ぐらいで切り上げていいんじゃないかっていうことで、でもってそれがもうパンパンになりましたと。もう土日がもうパンパンで、やっぱり土日しか時間取れない人、平日も来れない、土日に来たい
だけど土日でパンパンになっちゃった、うん、その時に一番こうお客さんのこう入りが悪いと、うん、のが木曜日、あそう、ね、そうこの真ん中の木曜日が意外と少ない、うん、だから木曜日は夜やって土日に来れない人を入れた方がいいんじゃないかっていうことでもう十数年前だね、うん、そっから始めました。最近で言ったら結構木曜日って言ったら結構アパッシュのイメージがあるから、はいはい、まあ、元々は弱かったな、ちょっと数字的にっていうか一番最初の方は木曜日、うん、水曜日が弱かった、うん、木曜日のそのまあ仕事終わりの時とか、うん、6時から9時、10時ぐらいまでどういうお客さんが多い印象？いやーね、子供さんがまだ小さいとかで土日で子供のことで手がかかってるっていう人が多いかなっていう、うん、ならこうファミリーっていうかのお父さんとか、うんうんうん、っていう人が、うん、なんか印象多い感じだ。うん、はい、大丈夫です。そうこんな感じだ。そう、うん、なるほどね。でも木曜日で言ったら木曜日の男さん、そう、もう結局は東海内のお客さんで埋まっちゃった、うん、そう今現状はね。そう、やっぱりもうフェードが入ってきて東海内で来るお客さんが相当いるんで、うんうん、だからこれがもう埋まっちゃってるよね。はい、ちょっとナイトアパッシュというところで木曜日に特化してやってみたんですけど、うん、はい、実際やってみてよかったって感じはありますか？もちろん、うん、やっぱり、はい、木曜日がの夜が暇だっていうことはもうないんで、うんうん、もうやってよかったなっていうか、うん、なるほどですね、はい、でももうここまで決まりきったお客さんがもう夜来てワイワイとやってる中、新規のお客さんはちょっとこう大丈夫かなみたいなねなっちゃうよね逆にフランクすぎてちょっと、そうもうフランクに やりすぎてるのかな。なんかスーツじゃないけど、そうそう、木曜日はやっぱりちょっと気なんていうのね、こう長いしこう引き締めていこうっていうことで木曜日はネクタイをすると、はい、そんな感じですよ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあまた今後も撮っていきたいと思います。はい、細かいやつ撮って。